こんにちは、似顔絵師の美咲亮です。似顔絵の具体的な似せ方、描き方を描いていきたいと思いますので、どうぞ似顔絵に興味のある方はご覧になってくださいね。まず鉛筆でね、全体的なアウトラインね、ヘアスタイルねと顔の輪郭をね、描いていきます。顎の線、こめかみ、ほっぺたのところね、ヘアスタイルのね、トップ、アウトラインをね、描いていきますよ。で、耳の位置ね、前髪がどのように流れているのかね、それも描いてくださいね。そして顎の線ね、正中線描きます。そして鼻ね、鼻がどのあたりまでねあるのか、鼻の下のラインですよね。そして小鼻もね、しっかり描いてくださいね。で、目の線ね、そして特徴としてはね、目尻がね下がっておられますね。そういうところね、よく見て、目尻が下がっているときは下がっているようにね、上がっているときは上がっているように描くんですよ。そして目のね、目玉ね、黒目も鉛筆で描いてくださいね。そして眉毛ね、眉毛もどのようになっているのかね、あまり濃くなかったら うっすらと描いてください。そして口の合わせ目ですね。口の両端ね、そして目の下のたるみって言いますかね、涙袋ですよね。それも描いてくださいね。そして前髪がね、どこまでどのように流れているのかね、綺麗にセットされてますよね。そしてこめかみね、こめかみもね、しっかり描いてくださいね。男性の場合はね、こめかみのところね、よく見えますからね。女性はね、髪の毛ね、だーっとなんていうかな、ロングというかな、頬をね、覆っていることがありますよね。ロングヘアでね、耳のところがずっとね、そして今小鼻ね、鼻中、小鼻パーツを描きながらもね、常に全体を見回してね、描いてくださいね。そして手ね、これは特徴的なスタイルですね。笑うセールスマンというのがありましたよね。あれのね、ドーンっていうようなね、そういうスタイルですね。指でね、よくね、私ね、本数間違えたりしますので、指はね、5本ね、必ずね、数えて書いてくださいね。そして目尻の下がったところね、特徴ですよね。もう特徴がね、たっぷりおありですね。好きですね、こういうモデルさんはね。髪の流れ、きれいにセットしてありますよね。そして耳ね、そして体を描きますね。体ね、小さくね、ちょっとね、コミカルに描いておりますね。まあ似顔絵の描き方はね、ちょっと漫画チックに描くのとね、リアルで描くのとね、両方ありますのでね、それを描く人のね、好みでね、描いてくださいね。まず体を描いて、服はこうなんかスーツのような着ていらっしゃるのでね、そのようにね、襟元描きますよ。そして向かって右側の手もね、そして左側をね、また向かって左側の手はね、その手のとこと体とをね、結びつけますね。
も書いておきましょう。まあ、適当で、これは適当で構いませんのでね。常にね、全体を見てね、全体を見て、パーツを見てね、修正しながらね、書きますよ。そして額のシワもね、薄く描いておりますね。あまり濃く描くとね、ちょっと傷のように見えますのでね、薄く描いていいですよ。そしていよいよダーマトグラフね、糸巻きのね、まあ言うて油性色鉛筆ですね。普通のね、油性色鉛筆よりもね、このダーマトグラフというのはね、柔らかいです。そして芯がね、太いですね。芯が太いですのでね、鉛筆削りでね、鉛筆削りといっても小さい鉛筆削りね、まあ100均で売ってますね。あんなんでいいですのでね、それで先を削ってね、書いてくださったらね、使いやすいですね。この油性ですのでね、後で水彩絵の具で塗ってもね、流れませんのでね、私はね、これをね、よく使っております。前ね、筆ペンでやってたこともあるんですけどね、筆ペンとか筆スミスってね、やってたこともあったんですよ。そしたらね、墨にね、ちょっとこぼしたらね、えらいことになりますのでね、汚しますので、ね、なかなか取れへんしね。それでね、これに変えたんです。筆ペンでやってたこともあるんです。筆ペンでね、筆ペンの場合ね、ちょっとね、液がね、膨張することがあるんですよ。ちょっと熱が入りすぎてね、書くのに一生懸命なりすぎて、手が温かくなってね、インクがね、膨張してね、ドバッと出たことがありますのでね、そういう失敗しましたので、それからずっとこのダーマトグラフというのを使っております。まあ、コピックとかな、そういう手もありますのでね、それはね、好きなんで、お好みでね、使っていただいたらいいですよ。これでなきゃいかんということないですのでね。そして髪のね、ヘアスタイルを書いておりますね。髪の流れをよく見てね、綺麗にセットされておられますのでね、そのようにね。そしてこの涙袋もね、あまり濃くなくこう薄く入れたらいいですよね。そして額の線もね、あまり濃く入れると傷のように見えますんでね、薄くでいいですよ。ほうれい線もね、薄く入れときますね。髪の流れ、生え際ね、どこから生えているのか、どのように生えているのか、どのように髪は生え際からね、分かれているのかね、髪の生え際の分かれ際ね、髪が流れているように描いてくださいね。流れているというか生えているようにですね。そして耳ね、耳の中はね、そんなに複雑に描かなくていいです。数字で言うたら6やね、6みたいな感じでね、流れていますよという感じで書いておりますね。書いておりますね。髪の流れね、こめかみね、一本の線にするよりね、こういうふうに生えてますよっていう感じでね、あ、ちょびちょびちょびと黒がいいですよね、生え際はね。で、髪が流れております、このようにね。ヘアスタイルが決まっておりますね。そして顎のラインね、
まあ、ペン入れはね、あの鉛筆のね線の上を描くわけなんですけどね、あのその通りね、あのなぞれなくても大丈夫ですよ。まあ、あの鉛筆の下書きっていうのはだいたいこういう感じやいうことで書いておりますのでね、ペン入れの時にねこうじゃないなと思ったら、ああ書き直して大丈夫ですのでね。そして襟ね、襟とあのスーツを着ておられますのでね、ネクタイもね可愛らしいネクタイですね、小さくなってますのでね。そして左手、向かって左手はね体に、うん、それで向かって右側のね手もね、あの 手先を描いたらそれをね肩から結びつける形でねつなげますね。そうすると描きやすいですね。そして靴ね、靴もね描いておきますよ。なかなかね漫画チックな感じになると思います。あの似顔絵はねバストアップでねちょっとリアルにね描く方法もありますしね、漫画チックに描く場合もありますのでね、それはね、お好みですね。どちらでなきゃいかんということはないですのでね、その時によってねお好きなようにね描いていただいたらいいですね。ちょっと途切れた線のところね、またこういうふうに後で描けばいいですのでね、つなげて描けばいいです。これはあの練り消しです。ゴムではありませんね。この練り消しはね、とてもね、いい消す材料ですね。ダーマトグラフはね、柔らかいですのでね、硬い消しゴムで消すとね、このダーマトグラフのこの黒いね線をね引っ張ることがあるんですね。でこの練り消しは柔らかいですのでね、柔らかくね消してくれますね。このダーマトの線を引っ張らずに消してくれますね。鉛筆の線はねもうなるべくね残らないぐらいにね綺麗に消してくださいね。薄いなと思った線はね後からこういうふうに描けばよいですのでね、これでもうそろそろこの下書きの完成となりますね。